はい、こんにちは。シーフォース TV こと、とみちゃんです。今回はですね、ダイヤモンドについて見てる人たちにいっぱい教えちゃおうかなと思います。今日はね、スペシャリスト呼んでます。じゃあ、呼んじゃいますよ。ダイヤモンドスペシャリスト、榎本くんです。榎本です。まあ、今こうやって横に来てもらいましたけど、まあ、ダイヤモンドのプロということで、今回は榎本くんという方に来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと最初に自己紹介をしてもらいましょう。16年前に今のダイヤモンドとか色石を取り扱う貿易会社に入社しまして、その後に今は海外、インド、バンコク、アントワープ、香港。アントワープってどこ？アントワープは一応あのチョコレートとかのベルギーですか。あ、ベルギーに現地で石の買い付けをして、はい、輸入をして、あの国内のメーカーさんに買っていただいてるっていう業務を今それを行ってます。じゃあ本当に、じゃあ16年やってるってプロですね、一応。おお、よかったですね。じゃあこれはダイヤについていろいろ今から聞いていきたいと思います。まず単純な質問、ダイヤモンドとはまず何ですか？ダイヤモンドは、一応地球上の鉱物の中で一番硬い鉱物で、まあそれをカットを、まあ、宝石用でカットするんですけど、はいはい、カットした後は永遠に光り輝くということで、一応世界中で一番人気のある宝石です、ね。そうなんだ、じゃあよく婚約指輪とかに使われるじゃないですか、それは何でですか？それもちょっとあの先ほど説明したんですけど、はい、やっぱ地球上で一番硬い鉱物ということで、硬い絆だったり、永遠に輝き続けるという、まあいろいろ諸説はありますけども、そういう意味合いがあって、やっぱり一応婚約指輪でずっと使われてる。そういうことなんだ、はい、豆知識1ゲット。次は質問2、次の質問ですけど、はい、ダイヤってやっぱ日本では取れないですよね。だいたい海外です。どこがよくダイヤ取れるんですか？ダイヤはまあそのダイヤは宝石用のものと工業用のものがあるんですけど、はい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 、やっぱりロシアとかオーストラリアとか、あと南アフリカとか、そういうところがやっぱ多いですね。産出、原石が産出するのはそういう国ですか、ね。あ、そうなんだ。じゃあ今の話の中で出ちゃいましたけど、こう僕らね、今言ってるほら工具とかね、やってるとこ、ダイヤモンドディスクとか、ダイヤモンドドリルとかね、こうピピピってて、ね、ダイヤモンドとか工具についてるんですか、あのダイヤと宝石で使うダイヤは一緒ですか？そうなんですよ。あ、一緒なんだ。一緒なんですよ。ダイヤモンドを例えば 100% とした場合に、はい、98% ぐらいはその工業用で使われるような。あ、98% 工業用。そうですね、あの皆さんがイメージされているような透明で光り輝くっていうのは、その中のわずかなんですね。あ、そうなんだ、だから希少価値があって高いんですね。そうなんです。工具のダイヤって安いですよね、だって。そうなんですよ。そういうことか、豆知識にゲット。海外でやるって言ったじゃないですか。じゃあインドとか言ってるのは何ですか？例えば研磨とかそういうことですか？インドはそのままダイヤモンドに関して言いますと、はい、一応その先ほど言ったところで原石が産出されて、はい、取引をするマーケットの場所がインドが今一番大きいので、でもその他にアントワープとかニューヨークもあるんですけど、今インドが一番大きいですよね、取引所としては。あ、そうなんだ。じゃあインドのなんかちょっと少し加工場とかの映像を持ってきました。あ、本当？はい。じゃあそれちょっと流していいですか？大丈夫です。じゃあ、いや、おお、カッティンすごい、ナイスピクチャー、ピクチャー、いや、カメラ、カッティン。オッケー。
ダジスモールサイズ。ハッピング。今映像流れてたじゃないですか、ええ、これ今の映像は何なんですか。今の映像は、はい、一応その原石を、はい、ダイヤモンドはカットしないと輝かないんですよ、はい、まあそうですよね、はい、そのカットをする風景ですね。あ、プロセスっていうか、そのあ、そういうことなんだ、の映像だったんだ。そうです、これなかなか見れないですよね。これ見れないですね。僕も隠し撮りしちゃったんで。あ、嘘、はい、いや見てる人よかったですね、うん。